広瀬すずさんです。すこんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はインスタックスミニツエルブのライラックパープルを持ってご登場いただきました。衣装と一緒にぜひ皆さんにお見せください。はい、ありがとうございます。新しいミニツエルブ持ってみてデザインいかがですか。はい、なんかぷくっとしてる <laughs> 感覚がすごい可愛らしいですね。風船みたいなデザインが。 で、でななんんんかか膨らんでる感じがしますよねちょっと触り心地も特徴的じゃないですか何ですかねこの手んかマットな感じというかうん、うん、なんかついつい触りたくなるようなね、はい、すべすべしてて今回5色ラインナップですごく可愛らしい色が並んでるんですけれども、うん、その隣ケースも出てるんです、ね、同じ紫もあるんですけれどもどうですかでもお出かかかけする時とかはなんかこう なんて言うんですかね、ファッションアイテムとしてもこう差し色になったりとかまた持ち運びやすくなっててすごいいいなって思います可愛らしいですね。ねここのの色もこれからのにぴったりな感じがしますよね。うん、ということで今日はここからは広瀬さんにミニチュールブを楽しんでいただくために、はい、こんなセットをご用意しました。お願いします。 さあ季節はいよいよ春がやってきますね,、はい、ね春カラーですもんねということで<わ>フラワーマーケットを用意しました今回はミニトゥエルブが五色カラーリングあるということでその五色に合わせたカラーでフラワーマーケットを用意しましたどうですかいやなんか 最近まで寒かったのでまだ冬の気持ちだったんですけど <laughs> <ー>一気にこう春の気分になりましたね今のこのお花たちでいい香りします。ねえ聖なのですごく香りますよね <laughs> 見るだけで春を感じることができるこのフラワーマーケットなんですけど、うん、この後広瀬ちゃんにはこの中からお花を選んでブーケを作っていただきたいと思います。はい、ミニののコンセプトの通り、楽楽ししいいいいがみるみる膨らむように楽しんでできたいと思まます。ではまず 広瀬さん、はい、ミニ12でちょっとセルフィー撮影を楽しんでみたいと思います。はい、じゃあ、えー、と回していただいてこれ自撮りですか自撮撮りりでですす <laughs> か <laughs> お花たちと一緒に自撮りしていただければと思うんですけれども<ー>セルフィー撮影する時にはクローズアップモードっていうものを使っていただくと近くのものきれいに撮れるので、はい、そのモードでぜひちょっと自撮りしてみてください。 でこのクローズアップモードだと、えー、<laughs> フラッシュの光の量を自動で調整してくれるので、すごく簡単にきれいに撮ることができるんですよ。はい、どうですかね、お花と一緒に。<laughs> あ、可愛らしいピースサインで撮れましたかね。かはい、ありがとうございます。じゃあそのセキチェップリントを後ほど紹介していただくので、一旦テーブルの上に置いておいてください。にはい、では。 じゃあチェキも置いていただいてブーケを作っていただきたいと思いますいやこれ <laughs> 作ったことありますないんですよ <laughs> 初めてですかこんなこういろんな種類があると結構迷いますね、うん、迷っちゃいますよねセンスが問われます <laughs> 広瀬さんじゃあ好きなものを思うままに撮ってみてくださいごめんなさいマイク <laughs> 思うままになんか好きな色とか 終わりですかいや結構何でも好きなんですけど <laughs> ちょっとこうシンプルでいけたらなと<お><あ>初めに手にしたのはお花じゃなくて<あ>オリーブの葉みたいな全然いいですよ <laughs> 緑もいっぱいとってくださいはうわ、重たいお あ、大きいなんか一つで埋まっちゃいそうなんか… <laughs> ちょっと待ってくださいねちょっとピッタリまりま,、ね、すみませんアイスクリームみたいになっちゃった <laughs> <に>えー、どうしよう、めちゃくちゃ迷うバニラアイスクリームみたいな <laughs> これかわいいあ,<お>あ、カラーですかねわー、長,長い,いちょっとムーこれ合ってます私 思ったより長い感じだった、ね。長いですよね。大丈夫かな不安に。<laughs> なんかあのまあいい感じに手で持っていただいてブーケっぽくなればいいんじゃないですか。そうですね。はい、一旦そうですね。これに入れるから。<laughs> かすごい素人みたいな感じになっちゃっ。ちょっといやでもブーケ初体験ってことなので。はいはい。もしあの紙じゃなくて。これは持っておきまあそうですね。すはい。で最後、えー、あのその広瀬さんの作ったブーケといっ 一緒にお写真撮れればと思ってるのであら、本当ですかはいなんかちょっと待ってくださいね <laughs> 結構奥の方から行きますね <laughs> あ、短かったあ短い。ちょっとでも差し色も入れたいですねううん、うん。ブルーあ、かわいいテーマはシンプルとおっしゃっていた広瀬さん白と緑から作りましたが、<laughs> <んか S 1> 次は何行きましょう抜け, <laughs> 抜けないです <laughs> なかなか抜けない。あ<っ>、あ<っ>なんか全部引っ込んいちゃったかもしれない。<laughs> 抜けすぎちゃった。やめます。やめます。この、あ、これ可愛いんじゃない？何色かな？紫ですかね。これはなんか、もう今日はあのスリフィルムの皆さんがこう気合を入れてこのフラワーマーケット作成してるので、ちょっとたっぷりぎゅうぎゅうにお花詰まってるかもしれません, <laughs> ん。え、これ正解ですか？私。 不安になってきましたあの無限の正解あるので何でも大丈夫優しいですねあ、なんか珍しいですね可愛い可愛いあ、いい感じ高さも出てちょっとこれお、2本いきますかちょっとこれやるとクレープ感がちょっとだんだん食べ物感が食べ物感出てきちゃいますよねあ、でもすごく華やかになってきましたね本当ですかちょっとこの辺も入れちゃったりしちゃったりしちゃいます 小さいあ。どうでしょうかいいですね。あ、いいんじゃないですかこれを挿せばいいんですか挿らないですかね。挿 <laughs> らなそうだったらもう手に持って完成ってことで <laughs> いいですかね。こんな感じはい、かわいい。<laughs> ありがとうございました。あのブーケの 紙は一旦テーブルに置いていただいていいですかはいせ作っていただいたあのブーケのごめんなさブーケの代わりにチェキをお持ちいただいてはいちょっとまたチェキでその完成したブーケを撮影していただきたいんですわかりましたできそうですかはいさっき電源ら切らなければよかったですね本当ですねすいません段取り悪くてじゃあちょっと一旦 失礼しますででもこれクローズアップモードにしたのでこれで持っていただいてじゃあお花の背景を垂らしてお花クローズアップモードで。 今回のミニ12は近くのものを取るときにクローズアップモードで取ると簡単に綺麗に取ることができますので<あ><あ>ちょっとこれ超背景にあっいい背景発見されましたね <laughs> こだわっております。おっっれまましたたたね納得の一枚はい,いまあ、ま、た撮っちゃった 大丈夫です。そのままじゃあ、チェキも、あのチェキプリントも置いておいていただいて。<laughs> はい。じゃあ、最後。最後、私が。広瀬さんと、この。ブーケ、完成したブーケ、いい一緒に撮らせていただきますね。で、これは通常モードでお撮りしますので。はい。ちょっと。いい感じに、じゃあ、ポーズを取っていただいて。あ,あ、いいですね。インスタックス強調で。じゃあ、行きます。はい、チーズ。 はい、いきましまた。バッチリ撮れたと思います。じゃあ後ほど紹介していただきたいので、はい、一緒に置いておいていただいていいですかいいすはい、ありがとうございます。<の>ちょっと、はい、ドキドキバタバタの <laughs> ブーケー作成初体験とな,なりましたが、作ってみていかがでしたか <laughs> いやなんかかなりちょっとこう写真を撮る チェキにこう残すって思うと色味とかどんどん気になってきてなんか迷いました <laughs> そしてなんか変にプレッシャーを感じました。いやでもあのすごいいい感じにできましたけどあのブーケにタイトルをつけるならどんな感じですかタイトルをつけるのならば何ですかねずっとシンプルでたいけどこうちょっと時に赤とかの色を入れたので刺激的にと言いますか。 色を入れながら取り入れながら生きれたらっていうテーマ <laughs> 長いロングテーマになり <laughs> 急にズッシしたテーマになっちゃいました <laughs> はいブーケー作りでお楽しみいただきました <laughs> ありがとうございました <laughs> ということでミニ1ブを楽しんだところでここからはチェキプリントをデジタル化して楽しめるスマートフォン専用アプリ、うん、インスタックスアップのご紹介を広瀬さんとしていきたいと思います、はい で広瀬さんには事前に私の好きなものというテーマでインスタクスアップで事前にチェ,キアチェキプリントのコレクションを作成していただいたんですよね。ははい、はいスキャンししてきました、はい、それが今映りますでしょうかこちらです、はい、ボックスビューモードでさまざまなお写真入れてくださっていますね。<laughs> ほとんどなんか下の方はちょっと猫だらけなんですけど、ね、安定猫ちゃんの愛情が溢れていますがなんかお手玉のはい、これは特にその最近ハマっていると言いますか、はい、あのー、ドラマでお手玉をやるシーンが急に書いてあって前日、はいええ、になって気づいて <laughs> 一 <laughs> 日で練習してそこから現場でもなんかすごいハマって空き時間みんなでやったりとかあと事務所のマネージャーさんたちがお手玉を実際に買ってきてくださってなんか待ち時間みんなでやったりとかおです。一気に何個ぐらいできますいいいいやああの勢いががって調子がいい時は ななんんんんんか続続くででですす。すけけど、<ー>なんか私一生歩いちゃゃうう前に進進じゃうんですよ。進み続けながらそうなんですだから狭いところだとちょっとできないんですけど <laughs> 歩きながらだったら意外とできるようになって<ー>無事撮影もそれで撮れたので、えー、なんかそこからちょっとこう気分転換にと言いますか最近私とその私の周りのマイブームでもある<ー>流行ってるもの。 今っていうものでちょっとお手玉を取ってみました。ええ素敵なお写真ありがとうございます。じゃあ一旦また戻っていただいて、はい、他の写真見てみましょうか。あ、ヒロさん写っている。いやん恥ずかしいですね。<laughs> 赤いお洋服の写真。はい、これはどんなお写真ですか？これは去年あのパリにはい海外に久々に行って<ー>その時に撮影したた時のものなんですけどこのスカーフがすごい可愛かったので。 ちょっと普段自撮りをほぼほぼしないんですよね。えー、あそうな,んです、ねはい、なのでなんかちょっとパリだしと思って <laughs> 気分よくなってっ広瀬さんインスタグラムにはすごいパリのかっこいいお写真が並んでましたけど見たくださったんです、ね、このまたチェキプリントだとまた柔らかい表情でそう,そうですねなんかこうパキッとしすぎない感じがこの洋服だったりメイクにも合うのでなんかすごいいいチェキになって嬉しいです。 うんありがとうございます。